って村山雄介さんで、基礎から学ぶ SEO です。よろしくお願いします。こんにちは。ありがとうございます。SEO コンサルタントの村山と申します。せっかくお話しさせていただく機会なんですけど、今日の音調子が悪くて苦しいところもあるかと思うんですけど、皆様の刺激になるところが少しでもあればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まず私の、簡単な自己紹介を始めさせていただければと思います。私は経歴としましては、以前はインハウスのウェブ担当者として不動産会社の方で SEO のリスティングとアクセス改善を一人で行っておりました。でそれが4年間続いて、今の2013年から間を経験して、大規模サイトが中心なんですけれども、 SEO やアクセス改善同系の支援とかですね、を行わせていただいている形となっております。右下の方に Twitter のアカウントを記載させていただいたんですけれども、こちらの Twitter の Twitter に関してはご発見いただいたことがあるかなと思います。で去年2014年の2月ですね、この右上の方に記載されて掲載している書籍の方を発売させていただいていました。インプレスさんから出版させていただいたんですけれども、表紙に似顔絵が出ているのが特徴でして、ちょっと拡大するとこんな形で全然似てなかったりするんですね。ちょっと誰だろうおっさんはって言ったんですけども、でもよくよく見ると似てるところもあるのかなと今では考えています。でこの本でも今4回目の増刷が決まりまして、非常に好評の書籍なので、もしこのセミナーを聞きした中で何かいいなと思う部分がありましたら、書籍にも記載されていることもありますので、ぜひそちらの方もご拝見いただければと思います。では早速始めさせていただければと思います。今回のセミナーの目的なんですけれども、こちらの4点をご用意させていただいております。まず一番最初のですね、 SEO で行う際の考え方の際の意識ですね。まず考え方と中央と施策の方も狂ったりしますので、考え方を改めて認識させていただきたいと思います。さすがに実際のその施策の手順になります。こういうふうに動かしたら実際の SEO とかはうまく回るよというのもあれなんていうのをやっている小さな施策の例を挙げながらお話させていただければなと思います。後半3つ目なんですけども、こちら施策をした後の効果検証の話です。 SEO って効果検証の話ことはすごい難しいと言われがちなんですけれども、私のアイダンテの経験と、あとインハウスの経験をもとに、こういう施策の効果現象がいいんじゃないかっていうものを考えを共有させていただければなと思います。最後は SEO やったことによるサイトへの次へのアクションですね。 SEO 以外でもそのコンテンツっていうのは使えることがあるので、そういう部分での活用方法ですね、ほぼ話させていただければと思います。その目的を達成するために目次1個目4つプラスアルファで設けさせていただいております。一番最初ちょっと尺が長いんですけども、SEO の考え方を改めてお話しさせていただきます。で、2番目は、施策の概要ですね。一つ一つの施策を全てお話ししようとすると、本当3時間ぐらいかかってしまったりするので、その施策の総理部分ですね、をお話しさせていただければと思います。あとは実際のその施策の効果検証の部分ですね。ただただ住民とか見ていくと、なかなか集まってしまう部分もありますので、それ以外の部分の指標をお話しさせていただければと思います。で最後の3、4番目ですね。SEO 施策を行うことで可能となる次へのライン。というか、その SEO と効果ってよく分離がちでお話を聞くんですけども、そのことないよっていう部分をお話しさせていただければと思います。では、早速 SEO の考え方を改めて部分で、SEO とウェブマーケティングの部分で、こういう大きい円の中の SEM、サーチエンジンマーケティングって言うんですけども、さっき検索した中でどういうふうにマーケティングしていくかっていう部分ですね。その中に SEO と検索連動型広告の2つが属しています。で検索連動型広告というのはこちらの費用の部分になって、コストが発生してしまうんですけども、露出することが可能な部分となります。一方 SEO の方はこちらの青の部分ですね。検索エンジンに質の高いコンテンツとして認めてもらえれば表示することができる、逆に質の高いコンテンツとして認めてもらえないとなかなか表示することができない。なぜ検索エンジンの質の高いコンテンツを検索結果表示させたいのかという部分なんですけども、それは Google にとって検索結果はすごい大事な商品なんですね。 Google の収益のほとんどは先ほど検索連動型広告のクリックでできます。なので検索結果が使い物にならないものになってしまうと非常に問題になってしまいます。なのでその商品検索という商品やサービスを高めるために検索結果のアルゴリズムというものを関与しているという形となります。
で、サイトのオーナーにとってはどうかというところなんですけども、あ、すみません、こちら Google の話です。なので検索結果は、大事な接客の場、 Google にとっては大事な接客の場という形となっています。なので検索結果の、SEO ですねが出るとすごい大変となってしまいます。ではサイト本来にとってなんですけれども、質の高いコンテンツを上位表示することができれば SEO は成功なのかという部分ですね。一見正解に聞こえるんですけれども、そういうわけではないですね。検索ニーズのあるコンテンツで検索結果に露出するということは必要となります。というのも、サイトオーナーにとっては検索結果はユーザーとの接点の場所なんです。Google にとっては商品だったんですけども、ユーザーにとって、サイトオーナーにとってはユーザーと初めてそこで選ぶことができる場所だったりします。で、広告の部分はですね、広告費を消化してしまうので、できるだけ、予算をかけたくないんですけれども、SEO というのは、表示されていれば流入その分見込むことができます。ただ、上位表示されているだけだと意味がないんですね。検索ニーズがあるコンテンツが上位表示して、そこで流入があることが初めて意味があるということになります。やっぱり SEO を簡単にまとめますと、上位表示という手段を用いたマーケティング手法の一つとして認識いただければと思います。よく SEO の会社の営業の電話ですと、このキーワードがないと言いますで、お話しとか多いと思うんですけれども、そういう考えというよりかは、検索ニーズのコンテンツ、サイト内のコンテンツ、数あるコンテンツを、それぞれニーズのあった部分に突っ走って、集客をして、初めて成り立つマーケティング手法と考えていただければと思います。そんな SEO なんですけれども、サイトによって相性があったりします。こちら2つで考えると、すごい分かりやすいんですけれども、検索ニーズがない商材とサービス。けどもそもそも SEO っていうのはなかなか選択しづらかったりします。そう、サーチエンジンマーケティング、検索結果に対するマーケティングなので、検索されたような商材やサービスだっていうようなサイトっていうのはなかなか SEO 施策したって効果が 出ないというのはもともと出ないのは当たり前なんです。例で挙げますと、例えば B2B とかのサイトでメルマガ配信のサービスを売ってるような会社さんっていうのは、メルマガ配信ぐらいしか検索がないんですね。その他だってなかなかメルマガ配信したいっていうニーズってなかなか検索結果が反映しづらいんです。それでサイトを使っている場合は SEO に向かなかったりします。で、一方は検索ニーズのある商品を使い立てサービスですね、EC サイトであったりとかメディアサイトの中でも検索ニーズがあるかと思うんですけれども、そういうサイトであればですね、サイト全体のコンテンツに流入させることで、集客効果が見込めるという形となっております。で、その質問の中でも2つ方向性があります。現在のサイトの状況によって異なるんですけれども、現在のサイトの状況で、サイトの中にコンテンツがある場合とない場合ですね。検索ニーズに対応する主要なコンテンツがある場合は、そのコンテンツを改善したりとか、あとは読み物コンテンツだったり、リンクが集まるようなコンテンツっていうのを増やした方がいい場合があります。一方は、検索ニーズに対応するような主要なコンテンツ、サイト内に全然ない場合っていうのも、サイトリニューアルになることが非常に多いです。なぜならそのコンテンツを作らなきゃいけないからなんですけれども、そのコンテンツを作るためにはデータの保護の制度の問題であったりとか、検索動作を見直す必要があるという形です。このお話をこれから続けさせていただければと思います。で、一つは、私たちのお客様でも別にワインが出ますけどわけではないんですけれども、ワインの販売サイトの例を一つ例として挙げさせていただきます。で、もしワインのサイトがこういうふうに存在して、ワイン、トップ、赤ワイン、白ワインとかシャンパンとかあると思うんですけども、それを選んで商品が並んでいるっていうサイトがあったとします。これはもう検索ニーズに対応する手法がないんですね。その他検索ニーズが あるコンテンツが存在したりします。それを反映させると、こういう形ですね。ワインは国産地ですね。あとは産地の下に地方を住んですけども、産地プラス、フランスのワインっていう感じで、産地プラスワインっていう検索もございますし、その他年代ですね、1989年のワインを出してるかという形で、年代の検索に存在します。あとは、ワインの種類ですね、赤ワイン、白ワインっていうものと、ワインの産地を、クロスさせた軸、フランスの赤ワインが欲しい人っていう検索が存在しています。こういう検索ニーズが、実際検索こういうのを変異する存在するので、こういうコンテンツがないと、その部分で全然集客できてないということを表してしまいます。で、こういうコンテンツが存在してもないと、なぜサイトのリニューアルになることが多いのかと申しますと、
その理由として2つありまして、まず1つ目、動線を整理する上で必要になるんですけれども、データベースが大幅に改修する必要があったりします。例えば、トップページ、赤ワイン選んで種類、そのままワインの一覧が並んでいるようなデータだと、一番上の方の表ですね、ワインの名前とワインの種類とかでも表さえあれば、そのサイトは作成することができます。ただワインの国産、産地であったりとか年代別だったりだとか種類と年代の掛け合わせの動線を作ろうとすると下のようなデータが必要になるんですね。でワインって結構種類がありまして、サイトの中で扱っている商品が2000本あったら2000行のデータを整理しなきゃいけません。私も実際のお客様で大手のその DIY のサイトさんですと20万行とかあったんですよ。20万行のデータを全部整備しないといけない。ここはその非常に SEO というかサイトリニューアル以外でやることがなかなか難しい作業であったりします。で、もう一点、そういう動線が増えるので、その各ページにその表示のデザインのロジックだったりとか、リンクの設置を変更しないといけないんです。トップページからちゃんと産地に行けるようにしたりとか、年代に行けるようにしたりという形で、それを調整する必要があります。なので、そういう個々のページを結構見ていくよりかは、もう最後の全体のページ構成だったりデザインを変更した方が早いので、リニューアルになることが多い形となります。なので、リニューアルを行うときにやる SEO というのは、どちらかというと投資として考えていただいた方がいいかなと思います。ある程度、ほとんどの施策をそのリニューアルに乗っけて行うことで、年単位でページしていくっていうような考え方。で一方、検索ニーズに対応する主要なコンテンツがあるケースですね。では、そういうサイトでは、何をすればいいのかと言いますと、大体代表的なのはこの3つかというところです。一つはページ内コンテンツの見直しと、あとは技術の改善、あとはリンクの、ナチュラルリンクの獲得施策になります。それをちょっと解説させていただきますと、ページ内コンテンツというのは、ページ自身とページ間での改修です。このページ自身の内容を変えなければいけないですし、ページ間の内容も変えなければいけないという形があります。ユーザーにとっても、クローラーにとっても、遷移しやすいリンクであったりとか、あと分かりやすいページの表現ですね。分かりやすいページの表現というのは、クローラーというのはテキストの情報しか見ることができないので、画像化しているものがあるのであれば、ちゃんと持ち出してあげるというような細かした作業となります。一方、技術の改善。こちらのサイト全体のものに対するものもありますし、ページ単位のものもあります。で、一個一個解説してしまうと時間が足りなくなってしまうんですけども、モバイルものであったりとか、ページを分割しているときの技術、あとは、全然検索にとって必要ないページをインデックスさせるかどうかっていうような整理、あとは、同じようなページですね、並び替えしたときのページを、どっちをデフォルトにするかのページの正規化であったりとか、あとは、いわゆる技術的か、動的な言われるようになっているものをちゃんと、それを参照できてあげるというような施策が必要となります。再現で構造化データマップという形で、多分もうちょっと産地本数の部分のお話があったと思うんですけれども、ハンクス部分等の構造化データマップするというような施策が必要となります。次に、リンクの獲得施策ですね。このキミトリに出させていただいた部分が主に対象となるんですけれども、読み物コンテンツですね。お客様が読むために作るコンテンツ。で、そこで、バズらせてリンクと獲得するという施策となります。このように主要なコンテンツがある場合は継続的な改善サイクルによって行う SEO と考えていただければと思います。費用対先ほどの大規模の改修が投資対効果だったり場合に対してこちらの改善サイクルの方が費用対効果なんですね。なので SEO サイトには種類がありますので、サイトの状況であったりタイミングを正確に見極めて選択施策の選択を行う必要があるとなります。サイトの成長と時間がこういうふうにプレゼングラフでありましたら、リンクの部分でリニューアルとともに大規模な SEO を行って、これらの部分で継続的な改修を行っていくというのが、流れとしてはきれいという形ですね。はい。では、その考え方が分からなかったですね、次に施策の概要を共有させていただければと思います。じゃあ実際にあれになって施策をする際の流れはもう方法そのままなんですけれども、こちらのお話をさせていただければと思います。まずサイトの全体を設計して、その後に細々するページに使うキーワードを選ぶ作業
ですね。そのあたりその一つのページのデザインを作って、そのページの中に表示するような情報をどういうふうに出すかっていうものを決めるというような作業をします。で、一番最初サイトの全体設計なんですけど、こちらが一番重要となります。ウェブストーンスの世界だと PDCA って言われるんですけども、このプランの部分が狂ってしまうと SEO だと非常にまずい問題が多いです。というのも SEO でコンテンツを作って検索エンジンとインデックスしてもらうので、そのインデックスしたものをリカバリーするっていうのは非常に大変なんですね。なのでそこに狂いがないように先に正確に設計したものを出すっていうものが非常に重要となります。で、設計をする上で考えなければいけないというところで、サイトはユーザーがこの商品を買う間、カスタマージャーニーとかって言われたりするんですけども、その間に何を検索するのかというものを考える必要がある形となります。で、こちらがワイン販売サイト、また2回目なんですけども、こちらで、ね、ご説明させていただきます。カスタマージャーニーがこういう購入プロセスですね。まずその商品を知って、商品をよく考えて買おうかどうか考えて、いいなと思ったら好んで選択する。で、購入した後に、この購入した商品がすごい良かったなというのはロイヤリティが上がっていくというようなカスタマージャーニーが存在したときに、サーチユーザーはどういうふうなクエスチョンを重ねていくのかという部分ですね。まず知るっていう部分なんですけども、ワインであればワインって美味しいよとか、そもそもワインって何だろうとか、ワインってポリフェノールとかオフって聞く本当なのかとか、あとはプレゼントしたときに喜ばれたかどうかということで、そのワインのサービスとか商品というそのものを知るという部分ですね、が一番最初に聞きます。その後にワインって買ってみようかなってなった時に、ワインってライトボディとフルボディっていうのがちょっと枠であったりとか、お子さんってあるんですけども、そういう部分を細かく、どうせ買うなら調べたいので、を検索するという方法があります。あとは実際赤ワインの薬味であるとか、という部分ですね。で、その後、このワインいいなと思ったときに、このワインが作ってどういうものがあるんだろうというに、一つ例として出させていただいたのが、シャトーマンゴーってワインなんですけども、これ、失楽園とかで使われた赤ワインって、なんか有名みたいで、結構高価なワインなんですけども、そういうワインってどういうふうなのかっていうものを調べて、というようなもので選択するときに調べるという検索に使っております。最後、購入するときです。実際、そのマンゴーっていいってなったときに、じゃあそのマンゴーっていくらなのか、どこで買えるのかというものを調べてデザインで買う。それでその商品を気に入ったら、なんかワインって結構当たりとしてって味が違ったりするので、当たりとしてどこなのかなとか、あとはボジョレ・ヌーボーみたいに会計にとかあるのかなっていうところをやりて広がっていくという形になります。で、それをそこで見せるとしたらどういうものが必要なのかという部分なんですけども、まず一番左ですね。左なんですけども、ワインと美味しいペテンタに最適っていう部分が、ワインそのものの知識の特性というものをお話しするとお伝えが必要があります。あとはプレゼントに最適なのかというところで、ワインを通して体験できることですねを飲み方に伝えるという必要があります。あとは実際にどのワインがいいかなって選ぶ部分ですね。フルボディとかライトボディとか熟考の部分なんですけども、そこはワインのポジショニングのマップですね。こういうワインが自分は欲しいんだけど、どういうワインが最適かなっていう部分が明確に記載されているっていう部分が必要となります。まだ実際に自分が欲しいようなワインが決まったら、そのワインの当たり前なんですけど、商品詳細ですね、より詳しい商品の詳細が必要となる形で、もしあればその商品を買って体験することでの付加価値っていうのがなお良いかなというところとなります。で、4番目はどこで買えるかですね。商品の購入とボタンであったりとか、ウェブサイトで買えないのであったら店頭の詳細が載っているという部分となります。で、これってそのままなんです。サーチユーザーのクエスチョンの部分が検索ニーズで、サイトの方で見せるもの、ここはもうコンテンツなんですね。ここはぶれないように SEOを設計してあげるというのが必要となります。で、先ほどの質問だったんですけど、カスタマージャーニーで検索を受けるところでユーザー検索するとかっていう部分なんですけども、ほとんどユーザーはスマホと持ってますし、検索っていう行為は非常に身近になってるんですね。なので、今までは購入とかだけが検索が多かったかもしれないんですけども、今の検索ニーズっていうのは非常に知るとか、この部分が検索が増えています。その部分のコンテンツが増えてたりもするんですけども、そういう部分の検索ニーズもちゃんと確保することというのが次の施策へも生かす一つのメリットという形になります。で、コンテンツ作成をする
作成を決めるために検索ユーザーがどうやって確認すればいいのかというところですね。先ほどそのサーチユーザーのクエスチョンを横に並べていただけだったんですけれども、それが本当に検索されているのかという部分を確認する必要があります。で、検索ユーザーはツールで確認するというのは非常に重要です。ファンでサーチユーザーのクエスチョンを作ってコンテンツを作って、もしコンテンツの検索ニーズがなかったら、先ほどの検索ニーズがないコンテンツ検索をやっている意味がないと一緒なので、検索ニーズのあるコンテンツを、検索ニーズのあるキーワードがテーマとするコンテンツを作って意味がある形となります。で、こちら2つ例として並べさせていただいたんですけれども、1つはキーワードプランナーですね。こちらは Google の方に提供している AdWords のキーワードプランナー、もう一つキーワードウォッチャーとクロスリクスティングが提供しているキーワードウォッチャーというツールです。で、それぞれ特性がありまして、キーワードウォッチャーの方は大手プロバイダーの検索のキーワードが見えます。ビッグローブであったり、グーであったり、ニフティですね。で、こちらは PC のみのキーワードが見える形となります。で、検索のキーワードとしましては非常に生に近いようなキーワードが出ます。で、一方キーワードプランナーの方は、もともと AdWords っていう Google の広告のツールなので、広告に活用できるキーワードが非常に出てくる。なので、あんまり知ることとか熟考するっていう、その潜在的な部分もあんまりキーワードとして出てこないんですね。出てこないというか、それをわざわざ検索しないと出てこないっていう言い方が正しいです。なので、キーワードウォッチャーでざっくりとキーワードの傾向を確認して、そのキーワードウォッチャーで出てきたキーワードをキーワードプランナーで見るっていう作業が非常に有効な形となります。で、キーワードプランナーの方は PC とスマホどちらの結果も出ますし、 PC とスマホの比率がどのくらいあるのかっていうのも見ることができますので、スマホのサービス、スマホに強いサービスや商材を使っているセットであれば、キーワードプランナーを使うっていうのは外せない選択となります。で、実際に検索ニーズをですね、確認してサイトの方向に設計するという形ですね。こういう動線が必要だよねっていうふうにサイト全体で設計して、読み物としてはこういう読み物があるといいよねっていうのを、最初にこの絵描くのが必要となります。一番最初で重要なんですけども、ツールで検索ニーズを確認してサイト構成を落とし込んでいくという部分が非常に重要となります。ここのプランが崩れてしまうと、こちらの自己ページを作るときどういうページを作ったらいいのかっていうのが非常にブレーキスキーので、こういった部分を非常に多分に入れていただければなと。で、実際そのサイトの全体の設計をした後に何をするのかといいますと、次にキーワードの調査とカテゴリーの設計です。これは一体何なのかという部分なんですけれども、先ほど動線としてワインの種類の検索であったり、ワインの産地の検索、あとはワインの年代の検索という形で動線が種類それぞれあったんですけれども、そのワインの種類は赤ワイン以外に白ワインとかシャンパンとか何があるとかっていうのは全部洗い出すんですね。で、トップページでワインの種類で検索できるような形にするっていうのが必要となります。まあ、あとは他にしまうんですけれども、ワインの産地です。フランスとかイタリアとかチリとかっていうのが有名なんですけれども、オーストラリアとか、あと日本の山梨とか、そこに入れるのかどうかっていうのを全部検索ニーズのツールに入れて確認します。で、そのページによっては検索ボリュームの多い順に並べて、検索ニーズの全然ないようにページもリンクを設置しないというような調整をするという形ですね。で、この中でその検索ニーズが存在しない部分としては、ワインの産地とワインの年代ですね。というのは掛け合わせがないんですね。ワインの産地とワインの種類、フランスと赤ワインとか、白ワインとイタリアとか、というのは検索があるんですけども、ワインの年代と産地というのはとても検索ニーズはないんです。なので、そういうところは作らない形ですね。SEO としては作らないというのが正解で、サイトの動線としては用意しても、クローマはブロックするというような作法をします。あとは読み物の部分ですね。ハワイっていうカテゴリー、検索の癖があるのであれば、ハワイの検索のところに読み物でどういう読み物があった方がいいのかっていう部分を記載していくという形になります。はい。で、そのキーワードを全部調査した後に、そのキーワードを調査した結果をデザインに反映していくという形となります。で、ここまで、先ほど申し上げたように、クローラーとユーザーにとって遷移しやすい動線であったりとか、分かりやすいページのデザインを作成していきます。その例に挙げさせていただいたのがワインの種類と産地のページですね。どこにグローバルなのかとパンクスがあって出し張ったらいいのかというのをデザインを作っていきます。で、それを作った上で重要なことがあります。
分かりやすいページを作る上で重要なことなんですけども、検索エンジンからのランディングページであることを意識していただきたいです。よくお客様でそのデザインをですね、提出した後にここにはこんな見出しだったりとか説明文はいらないよっていう話をいただくんですけど、それでお声いただくときで大体トップページからの製品を考えているので、あんまりこのページ直接見たっていうお考えがないんですね。トップページから来ればそのページが確かに話さなくはないってことは当たり前のことを知ってるはずなんですね。ただ SEO でコンテンツ同意表示集約するっていうのは検索結果から来るので、このページはランニングページで、人が見た瞬間にこのページは何のページなのかっていうのを伝わらないとダメなんですね。そのために必要な部分としてはナビゲーションとかだったりとかインフォメーションのこととかリクパットなんだとかという部分になります。ナビゲーションの部分としましては、着したページでそのページはサイト内のどこにいるのか、そしてどこに行けるのかというのが明確になっていくと。でインフォメーションのことというところは、そのページが何のページなのかというのがもう一目で見て分かること、よく見出しだったり説明文とか使うんですけれども、その文章を読めばすぐ分かること、あとはトランザクションの場合、これは認識サイトが中心になるんですけれども、そのページを見た結果買うものがあったりとか、次のアクションが明確になっていることが重要となります。でもう一個、ページの線の部分なんですけれども、やはりそのページはランディングページとなりますので、そのページから関係するページにリンクが正しく設置されているということが重要となります。じゃあ一つ例に挙げさせていただいたのが、フランスの赤ワインのページなので、赤ワインのページ、まあ、上のページですね、フランスのワインのページ、上質そうにいけることは当たり前に正しいですし、商品を見るということは正しい、できて正しくなります。でちょっと考えないといけないのが、フランスの赤ワインが見ているのであれば、イタリアの赤ワインだったり、チリの赤ワインというページを見たいはずなので、国を変更したりとか、フランスの赤ワインのページを見ているので、フランスのシャンパンだったり、フランスの白ワインというものを見たいはずなので、ワインの種類の切り替えのリンクというものを設置してあげる必要があります。はい、まずユーザーにとっても、ユーザーにとっても、そのページ自体がもう分かりやすいです。そのページに来たときに、どうやって動けばいいのかというのを分かりやすくさせるという必要があります。はい、でデザインが決まりました次に抽出要件ですね。抽出要件で言うと、すごい難しく聞こえてしまうんですけれども、要は先ほど決定した、ここにはどういうものを置くかというのを決定したところに、どういうふうに何を出すかというものを細かく決定していくという形となります。まあ、パンクスであれば、トップから種類3種類に並べるのかというものを決定しますし、あとは赤ワイン、白ワインシャンパンで並べるのであれば、ここに何をどのぐらいまで並べるのか、あとフランスのワインとかであれば、フランスだとボルドーであってシャンパンとか、結構有名な地方だったりするんですね。なので、その地方を絞り込む、どこまで共有させるのかということを決めていく形となります。あとは見出しとか説明文の部分でランディングした人が分かりやすい情報で、どういう文章をいただくのか、あとは生成する。ワインのリストですね、商品一覧なんですけども、どういう基準で何を並べていったらいいのかという部分を決める必要があります。ワインの中でも先ほどのシャトーマルコっていう有名なワインがあるんですけども、全然無名なワインというのを出したりするんです。で有名なワインがあるのであれば、有名なワインをちゃんと上位の方に表示させるとか、おすすめワインという形で一定順位に表示させてあげるというような調整が必要となります。このように、先ほどの構造とか内容をしっかり決めてから開発するというのは、これが大規模の改修では必要という形となります。はい、で実際その施策をして、またアップした後に、その施策の効果をどういうふうに計測するのかという話ですね。今日のカスタマージャーニーでもあるように、サイトのユーザーというのはそれぞれのカスタマージャーニーで最初に接触しています。それをどういうふうに計測するのかという部分なんですけれども、私が考えるのはキーワードのテーマとつけするキーワードの順位と、ただコンテンツの流入数、あとコンテンツの成果と貢献度が重要となるかなと思います。まあ、順位というのは、まあ、大体分かるかと思うんですけれども、順位を確認する方法としては、こちらのサーチコンソールの、検索アナリティクスが非常に重要なのではないかと思います。検索の順位としますと、地域によって検索結果も違いますし、あとは他の、検索順位を確認するようなツールっていうのは、まあ、一部スパムなツールとかもあったりするので、まあ、Google が提供する検索アナリティクス使うのが一番いいのかというところですね。検索アナリティクスのいいところは、
ページ別にどういうクエリアップとしているのかとか、またディレクトリー別にどういうクエリアップとしているのかっていうのが分かるので、まあ、サイトのスマホを決めるときにきれいな URL 設計しておけば、まあ、このディレクトリー下はどういうキーワード確認かっていうのか、という部分を確認することができます。はい、で順位は、あとおそらく産地放送のところでも話があるかもしれないので、これくらいにしたと、Google Analyticsのところの流入数の計測ですね。Google Analyticsで流入数を計測しようとするときに確認するべきとしているとしましては、ランディングページの部分となります。ランディングページでセグメントで自然検索のセグメントをかけていただいて、並べたものがランディングページの流入数という形となります。ただ、まあ、サイトの規模が大きくなってきますと、こちらの流入数というのは非常に多く見えてしまいます。そしてなかなか分析大変なんですね。そしたときに先ほどのサイトマップにあるような、ある程度コンテンツのグループごとの流入数を確認するという手段が非常に有効になります。それはどういうふうにするのかといいますと、Google Analyticsのコンテンツグループという、ある程度の URL でいったグルーピングができる機能があったりしますので、そちらを活用していただくという形となります。でこのようなコンテンツグループをまとめると、何がいいのかというと、マイレポートというダッシュボード関連が Google Analyticsで行われまして、そこで、コンテンツグループをまとめたコンテンツの流入数と遷移というのを見れるんですね。この8つがわりかしいい傾向にあるんですけれども、下の左から2番目ですね、が若干良くないなというのが見えたりします。そしたときにこのページがどういうページ構成をしているのかなとか、どういうリンクが貼られているのかな、どういう内部に変えてるかなと確認するというような問題を発見しやすくなるというような傾向があります。で、3つ目、コンテンツの成果と貢献度なんですけれども、成果を測るのであれば、こちらのランディングページの右の部分に目標というコンバージョン設定した数字が見えます。ただ、これを確認するとこちらのこれなんてのサイトなんですけども、トップページが一番コンバージョン数が多いんですね。で、こちらを評価して評価するのか。ですけど、トップページって別に評価する対象じゃないんじゃないかというところです。先ほどカスタマージャーニーでもあるんですけれども、最後のページがトップページなだけで、その間にもいろんなページがあったんじゃないかということを考える必要があります。どういうふうに確認するのかといいますと、Google Analyticsのコンバージョンのアシストコンバージョンの部分ですね。このアシストコンバージョンの部分とオーガニック検索の方が、その間に寄与したコンバージョンとラストのコンバージョンというものが確認することができます。これだけじゃそのトップページかどうかっていうのが分からないので、ここに修正を加えるわけです。修正というのは新しいチャンネルを加えるという形です。新しいチャンネルを加えるやり方としましては、先ほどのコンテンツグループの内容ですね、をチャンネルグループに反映させる形となります。なので、トップページでオーガニックで聞きたい人、トップページでコラムページに来た人、トップページで、すみません、オーガニックでコラムページに来た人、オーガニックでスタッフページに来た人という形で、オーガニックでどこのグループに来たのかというのを定義させていただきます。そうすると分かることなんですけれども、このようにコラムグループというグループがですね、実はアシストで13の数稼いでたりするんですね。ラストは4からというのも良くないんですけれども、コンテンツとしては一番最初に関係して、他のコンバージョンに寄与しているという部分が見えたりします。で実際、経路別に見てみますと、ここの9、10がまさにそれなんですけども、コラムグループがあることでトップページでコンバージョンしている。コラムグループがあることでトップページでその次のパスにつながっているという形で、コラムグループの部分が起点となってコンバージョンしているという部分があります。この貢献度として測らないといけないというところですね。なので、SEO を測る際は順位だけではなくて流入数が当たり前で計測しますし、成果だけではなくて貢献度を計測する必要があるという形になります。はい、で、施策の効果検証としては以上となりまして、実際に施策を行ったことでの可能となる次の一手になります。これは SEO だけのお話ではなくて、私はインハウスで実践工具を結構好きでやってたんですけれども、そこをどういうふうに活用できるかということを考えたわけをちょっとお話しさせていただければと思います。まず、一つ目、リスティングコンプだと、ここの URL を決定する必要があるんですけれども、もしサイト内の主要な動線だったりコンテンツがないと、LP を使わなきゃいけなかったりするんですね。ただ、SEO でコンテンツの動線です、ね、を配備すれば、LP を使わずに、そのページをランディングページとして使うことができます。
これは LP を作るというコストの削減にもなりますし、まあ、その分広告を打てるキーワードが増えるのが非常に有効となります。2個目、アドワードの動的検索広告、DSA と略されてするんですけど、そちらの機能を使ったりします。で、DSA って何なのかって申し上げますと、アドワードってキーワードを軸に広告を買うんですけども、 DSA は検索エンジンのロボットを組み立てクローンを循環させて、そのクローンのロボットが選んだキーワードで勝手に広告を出してしまうという機能ですね。非常にこちら精度が高くなっているんですけども、例えば SEO で分かりやすいページを作ったときにテキストの情報とか非常に増えますので、そのテキストの情報をもとに広告を出すというような仕組みができます。例えば先ほどのシャトーマルゴであれば、パパピリオンブージュシュトマルゴ、ちょっと名前のようなシャトーマルゴの名前があるんですけども、これはシャトーマルゴの VHR フィールズイッチで加工できるワードなんですけども、その下の質問会のモデルとなったワインっていうのはなかなかアドワイザーの運用者が見つけて入れないかに出せるような方法です。それが SEO がコンテンツに存在していれば、 DSA のロボットが検出してそれで広告を出すというような仕組みができるようになります。次、 RFSA です。こちらは検索結果の利回りなんですけども、例えばワインのサイトであればなかなか誕生日プレゼントというキーワードが広告を出せないんですね。みんな誕生日プレゼントで誕生日プレゼントでワインをあげないので、なかなかそういう企業の企業代効果が良くなかったりします。で、SEO でですね、見本を下ろしたワインプレゼントのテーマで、有名ソムリエが知る滑らないワインプレゼントとかいうようなコンテンツを作ったとして、でコンテンツに SEO であったりとかソーシャルの投稿とか広告とか、このページにディスプレイで人を集めてもいいと思うんですけども、そのページを見た人だけに検索結果で誕生日プレゼントを検索した人にはワインのプレゼントのページを見せるというような広告をできたりします。これもコンテンツに有料がない限り出せない広告であったりするので、非常に有効な方法だと思います。今のが検索結果のリマーケだったんですけども、今度はディスプレイのリマーケですね。全然検索っていうところに至っていない人に対してどういうふうにリーチするのかという部分で、先ほどのように有名スプレーが教える滑らないワインっていうページを見た人にディスプレイ広告の枠なりでワインの誕生日プレゼントを訴求できるという形になります。で、こちら最後なんですけども、データベース、先ほどのワインの商品のそれぞれの種類とか国とか年代っていうのを整理することで、検索結果の PLA の広告であったりとか、あとここで記載してしまうんですけど、クリティオとかレッグバースとか Google のダイナミック X っていう感じで今開けた商品を追うような広告が存在するんですけども、そういう広告で非常にそのデータを活用しやすくなります。今まではそのワインと種類、ワインの名前と種類とかがなかったら頭とかしか出せなかったりするんですけども、その他に国とか年代を入れることで、そういう検索ですね、フランスアパワインとか形で検索した人にも商品のショッピング検索というのを出せたりします。このように SEO ステップでコンテンツを整備することで、SEO 以外のユーザーとの接点を非常に増やすことができるんじゃないかと考えています。こちらは孫子の言葉なんですけれども、これを知ってアイドルすれば負けることはないというセリフなんですけれども、 SEO でコンテンツを整備することで相手のその動きであったりとか、相手がどういうふうに流入するっていうのが分かるようになるので、非常に課題の幅が広がりやすくなるんですね。それはもう SEO というかサイトの5倍が出てきる広告だったり手段が増えることになるので、非常に有用なのではないかと考えています。最後にまとめ系のわけなんですけども、 SEO のこれからとしてちょっとホットなトピックスをお話しさせていただければと思います。まず1つですね、 Google のアドワーズのブログで発表されたんですけど、こちらが2015年5月5日ですね、今年なんですけども、日本とアメリカ含む10カ国でスマホの検索が増えたんですね。 PC よりスマホの方が検索されています。で、Google の直近の動きなんですけれども、 SEO ではモバイルフレンドリーの対策であったりとか、ハミングバード去年どうでしょうか、音声検索に対する検索精度を上げたりとか、アプリのディープリンク、検索結果にアプリを出す、インストールしているアプリを出すというのが技術っていうものを提供していたりします。大規模サイト以外にも関係があったりしますけども、
PPC の方ではマイクロフォーメント、その瞬間瞬間に広告を出すっていうような仕組みを提唱していたりしますし、今回の、業種別のモバイル広告ですね、自動車のモバイル自動車広告で広告を出すっていう形で広告を表現していたりします。でこのようにそのモバイルでの強化が進むことで、継続行為がさらにインフラ化するかというかと考えています。例えば Google は今その自分で運転しなくても運転できると車を発明したりするんですけども、そこの、まあ、運転席の向こう側にアンドロイド端末があって、まあ、音声をしながら会話しながら検索するっていう行為も、まあ、遠いくらいじゃなくて実現することが可能性があるかなというふうに考えています。今は、今まで SEO って検索エンジンに対してどういうふうによく見せていこうかというふうに考えてたんですけども、まあ、去年とあたりがいかにこのサーチユーザーにどういうコンテンツを届けなきゃいけないかという理解が必要になってきたかと思います。まあ、その一つはですね、検索が身近になったこと、まあ、こういうのインフラ化しているかというのが挙げられる形となります。なのでこちら3月の SNX のこの月曜日だったりティリスリングのイベントで見たキーワードが印象に残った言葉なんですけども、今まではサーチエンジンオプティマイゼーションで SEO だったんですけど、それに加えてサーチエクスペリメンツオプティマイゼーション、サーチ検索した行為体験をいかに最適化させることができるのかというのが、これからのサイトが求められているのではないかと感じます。以上です。ご清聴ありがとうございました。最後に農民農民という形で言葉を探しているんですけども、よく SEO って弊社にもご案内くるという時もあるんですけども、 SEO って非常に魔法みたいな考えられている方が多いですね。お金さえ払えばやってくれるみたいなことが非常に多いです。ただお金やっていってこういうふうにやってくださいって、実際に手を動かしてもらわないと何も実現しないんですね。ぜひ一緒に頑張っていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。結構この40分であるので結構きついということでね、結構詰め込んでいただいたと思うんですけど、どうぞ。思われますか？濃いですよね。ただね、僕このスライド見せた時も思ったんですけど、はい、本当すごいお話で、まあ皆さんですね、聞いてると私もそうなんですけど、ユーザーフレンドリーになっていかないともうこれから検索上位来ないよっていう話聞いてると思うんですけど、何やっていいか分かんないっていうのがある中で、とんでもないトゥードゥーリストなんですよね、このスライドって。なのでアップからダウンロードしていただけますし、これ多分ものすごい価値があると思ってますということで、なんかここで俺言っちゃう感じですけど、はい、ありがとうはい、じゃあちょっとじゃあ、質問の前に皆さんですね、この小テストを出していただきまして、4つですね、3、4、5、6と1、2分で答えていただいて、この後村山さんの答えを言っていただいてですね、答えさせていただきたいと思います。はい、皆さんのお手元に小テストというリンクがありまして、表面に3、4、5、6と答えてください。どういうふうにテストをさせるのかそれも大人になってからってことね。難しいんですよね、私も間違えたんですはい、じゃあ村山さん、回答をお願いしたいんですけど、テストはどうですかね。すみません、ちょっと問題も忘れてましたね。はいはい、短時間でちゃちゃっと言ってください。はい、3番に関しては、A、インターナショナルというのが必要ない。インターナショナル必要ない。まあ、はい、大体のサイトで国際的にやっていることはないと思いますし、国際的にやっているのであれば、ヘッドハッターぐらいで表すことができるので、全然ページデザインであんまり考慮することではないかと。はい、一般になりますね。はい、はい、それからね、スマホの Google 検索のキーワード、こちらは C、キーワードというのがあるんですね。
Google Analytics の方では Google の検索というのは全部モルトルバイトと違って見えなかったりもありますし、こちらプレミアムでも一緒になります。はい、チーム C。 はい、はい、で5番、施策の評価方法、まあ、テーマがちょっとネットワークが決められたり Google の検索ができなかったりするようなツールもあったりするので、あまりここにはいいとは言えなかったりしますし、まあ、Google さんもいらっしゃっているのであまり言えないです。で、C、ひたすら検索結果でもこの作業はちょっと重要なんですね。まあ、どういうサイトが他に出ているのかなっていうのを見るっていうのは非常に重要だと思います。ただいつもやってるんじゃないっていう部分で B ですね、ツールに頼ったジュニックとユーニュースと成果貢献を継続するというのが正解となります。 B ですね。はい、B が正解。はい、で6です。 E を行うので大切なので、これも D です。まあ、B もちょっと書籍の宣伝にはなるかなと思うんですけども、 B やっただけでは別にユーザーが理解できるわけではないので、実際にそのお客様の商品を買うユーザーのことを理解してサイトを作るというのが非常に重要となります。はい、でですね。はい、はい、はい、でです。はい、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 です。はい、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 サイトの精神かと思っちゃいましたけどね、違ったと。はい、ということで、うちを裏面にですね、下の方にこう何点中何点ということでですね、ご自身でこう、屋根さんの方でね、別に何もないですから、まあ、ゲーム感覚で、はい、ちょっと丸山さん、何か聞いてみたいことなんかありますでしょうか。そうですね、ツイッターでもいただいてたんですけれども、やはり今日のお話を聞いて、あんだけやれることがあるんだってなってくると、じゃあ自分一人では無理かもしれないということもありますし、まあ、つまり、あちらの施策で、リニューアル系の施策に行かなきゃって判断する基準とかってあると思うんですけれども、そういう、その基準とかってどう考えられてるんですかね、これはリニューアルした方がいいよ。まあ、その先ほどのお話にもあったんですけど、コンテンツがあるかないかが結構大きいです。検索にそのコンテンツがないのであれば、そのコンテンツを作るためにどうしたいのかということを考えないといけないので、そこでリニューアルするということを考える必要があります。あとは、最後のリニューアルって3年とか5年とか定期的になったりしますし、その時に結構技術って3年前と5年のこれまでと違ったりするので、そのタイミングでも最後のように使っているキーワードを改めて再考する、考え直すっていうのが必要だと思います。あれ、もう一個いいですか。そうするとどうしてもですね、ちょっとやらしい話かもしれないですけど、費用をかけるって話になってきてしまうと思うんですけれども、実際費用はどのくらいかかって、またそれをどこにお願いしていったらいいのかっていうのはどうなんでしょうか。いいですか。アルガンテがやった場合とか、ね、もう一例で、はい、アルガンテがそのプロジェクト型の施策をやった場合とかだと500万かなっていうことが非常に多いです。で、今回の SU 会社さんだと成果報酬型っていうのが多くて、このキーワードでこの期間出てたらいくらもらえますということが多いと思うんですけども、アルガンテはあくまでもプロジェクト型なので、そのプロジェクトに入っている間の時しかお金をいただかない。なので500万いただいて5ヶ月で施策をするのであれば1ヶ月100万ずついただくっていうような形です。そういうお客様は9割型で、あとはまあ継続的に改善するというお客様もいますけども、そういう方です と、30万くらいアドバイザリーをさせていただくという形ですね。なるほど。それで費用対効果が出るので、申し込まれる方が多いということですね。そうですね。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。はい。ということで、じゃあ、村山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。